おはようございマッチョフォルテです。シャキーン。本日はヤマハの C1 のピアノとファツヨリのフルコンサートピアノの聴き比べチェック。皆さん、ピアノによる音の変化わかりますか？実際目をつぶって聞いてみると難しいかもしれません。今日弾くのは以前僕が使ってたヤマハの C1 のピアノとファツヨリのフルコンサートピアノです。ヤマハの C1 のピアノは家庭用のサイズで、少しねグランドピアノの中でも小さめなサイズのピアノです。で、まあすごい極端なんですけど、もう一個比べる機種はイタリアのファツヨリというメーカーのフルコンサートピアノです。ホールとかにある超大きい最強モデルのピアノです。それと家庭用の C1 のピアノ聴き比べて、皆さんわかるか、やってみてください。ちなみに価格差は約20倍あります。笑えねえ。まあそのぐらい差があるピアノなんですけども、まあほんなら例えば価格差20倍はもう計算せんとこ、ちょっと悲しくなるから、まあそれは置いといて、皆さんは聞くだけで音の違いがわかるのか。同じ曲、そして同じマイク、そして同じ部屋で撮っていきますので、ちょっとやっていきましょうか。皆さんのお耳のチェック、僕フォルテ。Thank you.
皆さんどうでしたか？違い分かりましたか？一応まあ音に変えるとこのような違いがあります。この違いがまあ価格差20倍、それが妥当かって言ったら分かりません。本当です。だって音っていうのは何に価値があるのか、まあその言葉としてなかなか表しにくいんですね。こうやって映像に変えるとやっぱりね、あの差が分かりにくかった可能性もあるし、めちゃくちゃ分かった人もいると思います。まあこれがね、音の世界です。ハマっていくと楽しいです。僕はね、あのすごい、あの本当にこのピアノを一日中弾いててすごい楽しいです。そして僕が前使ってた C1 のピアノも普段あのちょこちょこ弾いたりします。っていうのはやっぱりその今のピアノと何がそんなに違うのかっていうのをきちんと自分でもね、常にやっぱ言葉に将来的にどんどんしていきたいなと思っていたので、どのピアノがいいかっていうのを常にね考えて、自分の情報をアップデートしていこうと思ってますので、まあこの企画をやってみました。自分が楽しかったらそれでいいんです。というわけで皆さん見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。